エゼキエル・ジャクソンのリングネームで知られるリクロン・ステファンスはアメリカ合衆国のプロレスラー。ニューヨーク州ハーレム出身のアフリカ系アメリカ人。2007年3月、WWE とディベロップメント契約を交わし、入団。参加団体である FCW にてトレーニングを開始。2008年7月18日、スマックダウンにてブライアン・ケンドリックのボディーガードとして、 エゼケールのリングネームでデビューを果たした。正式な初試合は10月の対スペルクレイジー戦で、その間、ケンドリックと交想していたジェフ・ハーディーやトリプル・エイチラとも、ケンドリックをサポートする形で応戦していた。また、この頃から、リングネームがエゼケールからエゼキエル・ジャクソンであることが、ケンドリックの発言によって発覚した。2008年後半には、ケンドリックと組み、 WWE タッグ王者のカリートプリモと構想するも王座をダッシュするに至らなかった。その後はアールトゥルースらの実力者相手に勝利を収めるも2009年4月3日のジェフ・ハーディー戦での敗戦を最後に4月15日に ECW へとドラフト移籍する。再びトレーニングのため FCW へ戻されたが7月9日の ECW にて ジョバー相手に圧倒的な力で勝利した。その後同じく、パワーファイターのウラジミール・コズロフと張り合っていたが、コズロフと共にウィリアム・リーガルの手下となる。2010年1月の PPV、ロイヤル・ランブルで、クリスチャンが保持する ECW 王座に挑戦するが、王座を奪取するに至らなかったものの2月16日、ECW 最終回で、クリスチャンに再び挑戦して勝利し、 最後の ECW 王者となった。ECW 放送終了後、スマックダウンへの移籍が決定。しかし、故障の原因により、スマックダウンには3月20日にジミー・ワン・ヤンとの対戦だけでの出場に終わり、4月のドラフトにより、RAW へと移籍。RAW 移籍後も故障をしてしまったせいで、再び長期欠場した。10月18日。 RAW にて行われた、スマックダウン VSRAW30 人、バトルロイヤルにて復帰を果たした。復帰以降、ジョンシナと交想中であったネクサスを撃退するなど、ベビーフェイスとして活動した。同月24日、PPV であるブラギングライツ2010にて、RAW の一員として、RAWVS スマックダウンの7対7による、エリミネーションマッチに出場し、 終盤まで残るも例ミステリオに敗れた。11月には2年ぶりに開催された、キング・オブ・ザ・リングにて予選でザ・ミズの代役である、アレックス・ライリーに勝利するも、1回戦で、ドリュー・マッキンタイヤと対戦して、ダブルカウントによる引き分けのため両者ともに敗退した。2011年、スマックダウンへと移籍し、ベイド・バレット、ジャスティン・ガブリエル、ヒース・スレーターと共にビッグショ賞を襲撃して、 ヒールターン。以後、コアのメンバーとして、ビッグショー、ケインと抗争しかし、抗争中に仲違いになることが多くなったために、内部分裂が起こってしまし、ついにはコアから追放されることになった。コア追放後、コアに襲撃されていたケインとビッグショーを助けに、乱入して、フェースターンした。以降、コアと抗争し、ウェイドバレットから i c o 王座を奪取したものの、 コーディローデスとの対戦において、テッドデビアスジュニアの介入により、王座を奪取された。IC 王座陥落後、構想もなく、スーパースターズやスマックダウンのダークマッチでの出場が主となり、2012年5月には、グレート、カリとタックを組んで NXT に出場するが、負傷欠場してしまう。2013年4月、レッスルマニアアクシスにて復帰し、ヨシタツとタックを組んで、 国子カマーチョを相手に勝利した。しかし、その後またしても負傷して、長期欠場した。2014年6月12日、WWE の公式サイトにて対談することが発表された。WWE 解雇後、6月25日にティネと契約を交わし、入団することが決定。7月24日、陸論のリングネームで、インパクトレースリングにて、 ディクシー・カーターが率いるチームディクシー VS、トミードリーマーチーム 3D の6人制、タッグマッチが行われている中、劣勢になったチームディクシーを援護するために、観客席からスニツキーと共に乱入し、トミードリーマーとチーム 3D を一掃した。8月7日、チームディクシーの一員としてデビューし、スニツキーライノイーサン・カーターと組んで、アルスノー トミードリーマーチーム 3D と対戦するも敗戦した。9月14日、メキシコのメジャー団体であるトリプル a がアメリカにて放送するルチャーアンダーグラウンドにビッグリックのリングネームで参戦。ジョニー・ムンドと対戦するがノーコンテストに終わった。ありがとうございます。